エリック・ジョンス・ポールストラは、アメリカ合衆国のバスケットボールコーチ。イリノイ州、エヴァンストン出身。アメリカ男子、プロバスケットボールリーグ NBA のマイアミヒートのヘッドコーチ。フィリピン系アメリカ人。アジア系のアメリカ人としては、北米メジャープロスポーツの初めての監督であり、NBA 優勝ヘッドコーチとしても初めてである。ニューヨーク州バッファロー。 オレゴン州ポートランドで1970年代終わりを過ごした。オレゴン州ビーバートンの高校ではポイントガードを務めた。当時及び大学での背番号はポートランドトレイルブレイザーズのテリーポーターと同じ30番であった。高校の最終学年にニュージャージー州プリンストンで行われたナイキオールスターキャンプに参加。将来の NBA スターとなるアロンゾ・モーニング、ショーン・ケンプ、 ボビー・ハーレーもこのキャンプに参加していた。地元のポートランド大学から奨学金のオファーを受けて、進学、1989年、488、アシストを上げて、ウェストコーストカンファレンスの最優秀新人選手に選ばれた。彼は4年間先発ポイントガードを務め、1000得点を上げ、平均9.2得点、4.4アシスト、2.4、リバウンドを記録した。 また、いくつかの大学記録を作った。1990年、カンファレンストーナメントでのロヨラメリーマウント大学戦で、ハンク・ギャザーズが心臓発作で倒れて亡くなった際、すぐそばにいた。1992年にコミュニケーションの学位を取得して、大学を卒業した。大学を卒業後、ドイツのベスト・ファーレンにあるプロバスケットボールチームで2年間選手権。 アシスタントコーチを務めた。2シーズンプレーした後、手術を行った。1995年、別のチームから2年契約のオファーをもらったが、NBA のマイアミヒートから、ビデオコーディネーター就任のオファーを受けたため、断った。1997年から2008年まで、パッド・ライリー、スタン・バン・ガンディのもとで、マイアミヒートのアシスタントコーチを務め、ライリーの指名を受けて、 2008年、マイアミヒートのヘッドコーチに昇格。2012年と2013年にヒートを NBA チャンピオンに導いた。ありがとうございます。